いやいや、金曜日はよろしいですね。はい、エバーグリーンプロスタッフの大西健太です。今回ですね、フェイズの新機種で、出させてもらうことになりました。これ完全に僕プロデュースで一本作らせてもらったんですけども、名前がシャープシューター、レングスが 71M プラスというものになってます。まあ、これ何の竿かっていうと、主には、琵琶湖でもそうなんですけど、スイミングジグで、あと、シャットテールのワームだったり、巻いたりする竿ですね。あれをちょっと一番は意識して作った竿です。で、スイミングジグとかシャットテールとかって、バイトが要はケツから食うてコッ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 コって後で入るような竿で、その時に大事なのは、巻き合わせをするっていうのが僕の中では結構大事で、要はテール食ってるのに対して、食った瞬間にバシンと合わせても抜けるんです、乗らないです。だから食わせ困らさないといけない。食ってから食わし込んで、今度食わし込んでからのモーションでこの巻き合わせをするんですよね。その巻き合わせをするためには、竿のその曲がり方とかすごい大事で、で、今回ね、この竿シャープシューターっていうのは、そういう繊細なボトムのタッチとかそういうのを繊細に分かってて、なおかつ曲がりがすごい綺麗に全部入っていくんですよ。なんで、食わしてから、当たったと思ってから巻き合わせのモーションに入った時に、バラしづらい竿ですね。そういうこうテーパーデザインにしてたりとか、ガイドセッティングだったりとか、その辺もろもろちょっとこう煮詰めさせてもらった竿です。で、その巻き合わせをするのに、こういう、グリップエンド、ここの長さも結構大事で、ちょっとこう通常の M、MH の巻き物竿の中でも本当気持ちちょっと長くしてるんです、長さを。で、このちょっと気持ち長くすることっていうのは何かって言ったら、支点をつけれる。要は巻き合わせするときに短いと手首にもろ負担かかるんですよ。ってことは、こっちが下手したら魚がガンと走ったときに負けてしまう。だから巻き合わせは効かなくなる。なんで支点を作ります。例えば腕、手首と腕に支点を作ると、ここでまず固定されるんで、魚が行こうとしてもしっかり竿はぶれない。もしくは脇、ここの部分、ここに対してぐーっと合わせれるんで、絶対に竿が縦にこうぶれることがない。横にしっかり、横やって横にしっかり竿が入る。これがね、すごい大事で、竿が綺麗にまず入るっていうのがすごい大事。それをちょっとこう煮詰めた竿で、今作らせてもらってました。で、今回ね、そうスイミングジグメインにやったんですけど、基本巻き物全般使えて、バイブレーションだったりクランクだったりスピナーベイト、その辺、チャターベイトですね。基本的には巻き物全部に対応してて、で、なおかつその巻き合わせっていうのが一番得意なんで、釣り方にもよるんですけど、その得意な分野っていうのはいっぱいあります。で、ウエイト的にも、4分の1オンス、下4分の1オンスから上は2オンスぐらいまで投げることができるんで、わりかしこの1本で、おかっぱりとかでも、自分でね、おかっぱりの番組とかやってるんで、その時とかに、なんか1本でやりたいなっていうのもあったんで、結構幅も広くして、何でも使えるような、琵琶湖はベースに作ったけど、琵琶湖だけではなくいろいろ使える竿だということで、シャープシューターの 71M プラス、よろしくお願いします。はい、続いてですね、今回ね、ワームも作らせてもらうことになりまして、これがね、本当見てもらったら分かる、こんな感じの、クローというかホック系というかね、ワームなんですけども、エッジブレーカーというワームです。で、主には、バックスライドワーム、バックスライドを意識して作りました。ちょっとこう見てもらったら分かるんですけど、ボディ全体が扁平で、で、底も扁平ですね。薄めにしてます。ただ薄いんですけど、ここ肉厚にしてるんでちょっと重たいんですよね、こっちの手が。わりかし重めなんで、水平にこう結構切れ込んで落ちていってくれる。だからカバーの奥までスッと入りやすくて、なおかつトントンと上げた時、前に行った時ですね、こっちからフックを刺してるんで糸はこうあるんですけど、入って
今度あ食わんかったなってもうちょっともう一回ワンアクション加えたいなって時にポンポンってやるとこの手がベロンもしくはベロンこっち側に行ってくれてブレーキしてくれるんですね。だから手前に寄りすぎずに一回スッとブレーキかかってもう一回落ちてくれる。まあこの動きの変化ですね、この手がわって動いて毎回落ちる瞬間とかに結構バージがバーンってあったりするんで、まあちょっとこれはまあそういうバックスライドメインで結構作ったんですけども、実はフリあのね普通の普通差しこっちから差して通常セッティングですね、これにするとまた動きの違うメリットがありまして、メインはフリーリグあとライトテキサスとかまあ普通テキサスリグ、直リグ系ですね、パンチショットとかああいうの、まあ、ああいうのでもアクションどれも動き一緒なんですけど、今度ねこっちに行った時に動きがシュッと上がってくれて手がヒュッとこうヒュッとこう動くんですね。要はこうちょっと波打つような感じで、このアクションでまあ大体どれもこういうアクションしますよね。でこれのキーとしては僕が意識したのは食わせる場所ね、上げてここです。この動き上までいやポンポンって上げた時に上まで上がって次落ちる瞬間、この瞬間が早い他のワームより。まあ他のワームって言ったらいろいろあるんですけど、まあ通常ホールで食わせるワームっていうのは基本パーツがバタバタしてるもんがあったりとか、まあなんかこう水を受けてしっかりこうホールで食わせるっていうのを意識した作りになってるんですけど、こいつはまあもちろんホールでも食うんですけど、一番僕はこれを使ってて食うなと思うのは上がってから落ちる瞬間、この動きがヒュッと早いんですよ。でこれが何かって言ったら魚その瞬間動きがルアーの動きが変わるからハッと一瞬動いちゃうんですよ。であなんかおったなって思ってそこで例えばゆっくりするもんで食うときってのはそれはホールで食うときなんですね。でホールで食えへんタイミングとか見切る魚って結構実はいるんですよ。でその時にこの動きの変化が早いとあなんかおったあなんかおったああ行ってまいみたいなリアクションでバーンって食うやつが多くて、それがねこのまあこの形状やから出せる動きなんですよね。まあ手の形状もそうやし、まあ、正直潮のバランスとかホール速度この辺は正直開発の時にめちゃめちゃ煮詰めてやったんですよ。だから結構その今まで食わせる瞬間っていうのをまあホール中だったりとかあるんですけど、ちょっとその今までちょっとねまあみんなが意識したら分かんないですけど、この上がってから落ちる瞬間で食わせるっていうイメージで僕は使ってます。だからこうポン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 結構こうやってポンポンポン早めに動かします。その時に大体ポンあ食ったっていうようなもうコンとかじゃなくてもうこうはい食ったっていうような感じだからこの瞬間に食ってるんですよ。だからそのアクションがまあすごい出しやすい、ちょっとこうまあ今までの反応しきれなかった魚とかも実はまあ取れるようになってて、まあ、プロトの段階でね、まあ、正直第一サンプルの時からむっちゃ釣れてて、うん、これ自体はで、まあ、やっとこう、まあ、去年もね煮詰めてでまあ、製品化でベストなもんができたかなということで、はい、今年リリース予定になります。エッジブレイカーの 3.6 インチですね。よろしくお願いします。ヤマメですね。上あごのところちゃかっと。今回だから新作の針がこれですね。これが、はいはい、タフワイヤーでできてて、で表面コートを本当に薄くしてあって刺さりが良くて。バレにくい形状でっていうところを作ってる。おった。
こういった、岩の壁を登っていくようなときですね、坂を登っていくようなときは、ですね、滑ることが多いので、必ずあの片手がですね、竿を持っていると両手を開けることってなかなか難しくて、片手だけでもとにかくですね、フリーの状態にしておいてください。両手に物を持っているとですね、滑ったときに手をつくことができないので、必ず片手をですね、フリーにした状態で滑っても、手でですね、滑りを抑えられるような状態で登っていくといいかと思います。